1932年のフランスのポスター。二段階の選挙が反動的な人々に勝つ反動とは歴史用語、政治用語で一切の改革や革新に反対する姿勢、行動のこと。左翼勢力が右翼勢力を指して批判的文脈で用いる。この逆の革新反動といった表現は存在しない。革新は基本的に進歩主義だからである。反動の原義は フランス革命後の一連の応答派を含む反革命勢力に対する故障の反動派で、それが明治期に政治学用語として日本に紹介され翻訳されたものである。歴史上、著名な事件にはフランス革命後のテルミドールの反動があり、テルミドールのクーデターによってジャコバン派のロベスピエールの独裁体制が恩恵共和派などによって倒された。 マルクス主義の唯物主観の立場からは、人類社会は、経済の発展段階に応じて、資本主義社会から、社会主義社会、共産主義社会へと発展するとしたため、この流れの抵抗や、歴史的逆行は、反動主義とみなされる。社会民主主義、社会主義や共産主義では、帝国主義やファシズムを代表的な反動と位置づけた。 一党独裁の共産主義国では反動のレッテルを押されたものの一部が粛清される場合があった。ドイツのナチスは自分自身を反動的とみなしておらず、自らも右翼的革新と捉え、反抗勢力を敵の中に含んだ。ナチスが1933年に自由選挙を通じて国民革命を起こしたという事実は彼らが独善的な革命解釈をしていることを示している。 しかし彼らは、伝統、民族学、古典思想、フリードリヒ大王のリーダーシップを理想化し、ワイマール共和国の民主主義や自由な社会を拒絶し、ナチスドイツ国家を第三帝国と称した。現代では、米国のオルトライトもしくはリバタリアニズムの一派として、封建主義、フューダリズムを施行する新反動主義が現れている。ありがとうございます。